フォームですし、積極的なプレーをして、もう勝ち点3以外ないと思うんで。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ登ろう。10月22日、 VS アルビレックス新潟。まあ、アウェーの難しい戦いの中で自分たちの思うようなサッカーができなかったのもあるんですけど、まあ、最低でも勝ち点1でも取りたかったっていうのが本音ですけど、まあ、負けてしまったので、まあ、次に切り替えて、まあ、次の試合に集中して勝ち点3を取れるようにしたいなと思います。ここ最近のいい時というのは、自分たちからボールを奪いに行って意図的にボールを奪っていい攻撃につながってたシーンが多かったんですけど、なかなか自分たちの思うような守備ができずにずるずる下がってボールを奪う位置が低すぎて、そこから相手にプレッシャーをまたかけられてっていう状況が続いてしまったので、まあ、なんですかね、攻撃の形というよりも自分たちがからボールを奪いに行くっていうのがなかなかできなかったのが難しい試合になってしまった原因ではないかなと思います。そうですね、試合をしっかり90分間出場できているのでそこまで問題はないんですけど、まあ、チームに迷惑をかけるわけにはいかないので、まあ、自分なりにしっかりとコンディション調整して 100% の状態で試合に臨めるようにしていきたいなと思います。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ登ろう。10月22日 VS アルビレックス新潟。ホームですし、積極的なプレーをして、もう勝ち点3以外ないと思うんで、勝ち点3をしっかり取れるように、はい、最初のキックオフから90分間しっかり集中して戦いたいなと思います。試合始まっちゃったらもうなんですかね、やるしかないんですけど、それまでにできることっていうのはたくさんあると思うので、しっかりと準備して試合に臨みたいなと思います。そうですね、ホームゲームでやっぱり勝ち点最大限を取らなくてはいけないと思ってますし、そのためにもやっぱりサポーターの方々の後押しっていうのは不可欠だと思うので、まずは自分たちが積極的にいいプレーをして、それを見てやっぱりサポーターの方々が盛り上げてくれるような雰囲気になれば、おのずと相手を押し込んでいけると思うんで、まあ、まずは自分のプレーに集中してしっかりといいプレーが出せるようにしていきたいなと思います。なかなか順位も上がらずに厳しい状況が続いてるんですけど、ホームの試合では必ず勝ち点3を取って少しでも上の順位に上がっていけるようにしなくてはいけない状況なので、そのためにもサポーターの方々の後押しというのは必要不可欠になってくるので、まあ、自分たちは自分たちの仕事を 100% できるように準備して、その90分間の中で全てを発揮できるように全力で戦いますので、サポーターの方々も一緒になって戦っていただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ登ろう。10月22日 VS アルビレックス新潟。